5月31日今日はナスビ、そしてキュウリ、まあ、これはこちらはナスビですけど、もう6月に入ってきて、気温の方が、非常に高くなってきます。そうするとやっぱりナスビそれからキュウリですね、やっぱ一番 大切なことというのは水ですね。要は水をどういうふうにして供給していくかということで、まあ、キュウリもナスもやっぱりほとんどが水分でできていますので、水の供給量が少ないとどうしてもちっちゃな、ものになってしまうということになります。ということで今年も灌水チューブを使って水の供給をしていこうということで、作ってみました。ナスビの横に灌水チューブをはわして水が出るようにしてます。こちらはキュウリですね。出てる水の量はもうちょっとしか出てませんので、だいたい1時間ぐらい供給をしていけばいいのではないかなということで、まあ朝8時に給水1時間、だから7時ぐらいから、これは用水を使って給水をしています。こんな形かな。100ボルトの、給水ポンプでこうつなげて、こういうふうに ゆっくりと水が出るような形になっています。でこんな感じで、給水をしているということで、今日の動画はナスビとキュウリの灌水チューブを使ったやり方というのを、ご紹介させていただきます。これね、朝起きて、1時間ほったらかして給水できますので、これジョロでやろうと思ったらやっぱりね、ここだけでも、結構な量ですので、1株あたりに、まあ、5リットルぐらいは多分熱くなれば水の補給というのは必要となりますけど、まあ、こういった装置を使うと無駄な力を使わなくても済むということで、作業効率が非常に上がります。去年もね、この灌水チューブをね、使ったんですよ。これ結構ね、灌水チューブって値段の高いやつもありますけど安いのもありますので、安いのを買ってそれで25ミリの塩ビ管を使えばチーズ、それから25ミリ、それから接続用の、なんていうんだろうかな、まあ金具を使って、まあ、こういうふうにつなげていくと3棟同時に灌水ができるということで非常に楽ができます。設置するのに手間はかかったんですけど、まあそんなに大したことではなかったので、今年はこれで給水をしていきたいということです。
これからあのキュウリも大きくなってきますので、水の補給というのが非常に重要になりますので、早め早めに今年はちょっと装置を設置しました。ぜひあの参考にしていただければなということで、本日の動画は灌水装置ということでお送りいたしました。それではまた、バイバイ。